美味しいですね、これ。脂身が抜けて、なんかちょっと豚の角煮みたいな感じですね。今ね、カナペコで来たんですけど、この大王のね、大王じゃないか、三トン水餃大王というお店に来ました。以前はね、この日生に、もっと向こうのね、日生の方にあったんですけど、今回ちょっとね、少し離れたね、場所でちょっとね、行き方がわからないとかあったんで、どこの、まあところから入っていけばいいかってことで最初、撮影して、今ここに来ました。はい、今日はね、あの気になるものがあるんですけど、まあ、以前はね水餃子いただいたんですけど、スペアリブとかなんかスープサンラータン、ちょっと今日は行ってみようかなと思います。はい、ケンさんと一緒に行くの多分久々じゃないですか、2人だけでね。なんかあれつけのやつであったけど、まあそれもまたね、福西さんが言ってるのはあれだったんですけど、2人だけで久々ですね。で、ここであれして向こうへ帰ったら横のならへんかな。そうですね、スペアリブね。これお持ち帰りね、お持ち帰りのやつ、あれ別売りって全国発送ね、承りましてちゃんと書いてますね。もう前回と全くカナペコシリーズ と流れが一緒で申し訳ないんですけど、スペアリブってなんか違うんですか、なんかちょっと特殊というか、まあなんかお店独自のなんか。だいたい焼いたりところが多いんですけど、実は煮込みのお肉なんで。あー、そうなんですか。煮込んでんのってことですか。実は、ね、あの煮込んでます。そのことは焼いたりですよね。はい、これはね、スペアリブ、まあ、特にあの、ね、こだわりってのはないんですけど、まあ、この普通はね、この、まあ、焼いたりするスペアリブなんですけど、こちらはね、あの煮込んでるということなんですよね。はい、煮込むとやっぱりこの味が染みるんですかね、この肉の中に。まあ、そんな雰囲気のあるスペアリブなんですけど、いただきます。うん、これ美味しいですね。これ脂身が抜けて、なんかちょっと豚の角煮みたいな感じです。ちょっとね、味がしっかりしてるのが濃いのかな。やっぱその煮込んでる分、やっぱ染み込んでる分濃いので、このサラダで、うん、風がする感じが一番、うん、いいかなと。うん、うん、はい、じゃあいただきます。結構ね、具がすごい。いただきます。あ、ちょっと酸味がある中に、ね、このとろみと具材のね、味が
酸味がすごいですね。でもちょっとやみつきになるような感じですね。うん、あ、美味しいこれは。うん、なんかお酒と一緒になんか飲みたい感じですね、これは。はい、これサンダータン、サンダータン麺ってのはこのサンダータンの中にただ麺を入れただけですか？麺が、そうです、あのやちょっと焼いた麺。ああ、なるほど、はい、結構入ってますよね。とろみがすごいです。皆さんどうですか？これ2回目なんで結構癖になるかも。なんか、あと他にはないわけですね。うん、うまっ、うん、意外と癖になるですよね。辛いのちょっと敏感なケンさんどうですか？ちょっとピリッと胡椒がします。一番大丈夫ですか？全然大丈夫。いきますか、うん、どっちがいいですか？スペアリブと、まあ、このサンラータンを選ぶとしたら間違いないですよね。でもメニューとしては両方とも珍しいんじゃないですね、うん、かなりあの、じゃあどこでもっていう。そうですね、わけには、まあ、スペアリブあるとこはあるかもしれんけど、この、まあ、水餃子っていうのはまあねえ、うん、餃子メインの中にまあなんかスペアリブとかサンダータンがちょっと、まあ、意外なというか、まあ、数限られてる中でそのこの今日の2品っていうのは珍しいかなと思いますね、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんか若い女性の方が来られましたけども、20代前半ぐらいだね。一人で来るんですね、すごいな。まあでも結構おしゃれなね内装にもなって、外側もまあかなりおしゃれになってね、入りやすいというかね感じになりましたけど、どこの路地入っていけばいいのかっていうのがちょっとね分からなかったりしたので、ちょっと今日は改めて公開したのと、スペアリブとこのサラダタンをご紹介いたしました。ちょっとねスパンがねあれかもしれないですけど、まあカナペコのじゃなくてという形で、まあ、軽いノリでね撮影させていただきました。ぜひ皆さん行ってみてください。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。